ポーランド、ミアステチュコクラインスキエにあるミハウドジマーのハカドは、の番は、ドイツ帝国のドイツ化政策に対する、ポーランド人の抵抗運動の象徴。ポーランド分割時代、ミハウドジマは、1857年9月13日から1937年4月25日は、プロイセン王国、後に、ドイツ帝国に支配されていたポーランドにおいて、民族的英雄となった。 1886年、ビスマルクは、プロイセン定住委員会を創設し、ポーランドへのドイツ人の定住を奨励した。この委員会は空いている土地を買い上げ、申請をしたドイツ人のうちに可されたものだけに払い下げるという権限を持っていた。プロイセン王国政府はこの制度を、ドイツ人の東方からの離脱に対処する手段とした。他方ポーランド人の目にこの委員会の設立は、 住んでいる土地から自分たちを追い出すための攻撃的な政策だと映った。ポーランド人の土地所有を抑える。この政治運動が生んだのはミハウドジマワという英雄による抵抗だった。1904年、彼はボルシュタイン地方に小さな土地を購入したが、プロイセンテージュ委員会は彼がポーランド人だったことを理由としてそこに家を建てることを禁止した。彼は この規制をうまく逃れるために、ロマの使うンを用意して、そこに生活し、彼を排除しようとする裁判所に対し10年以上に、わたって、頑強に抵抗した。この事件は、ドイツ全土で世評を集めた。これはプロイセンにおける、民族紛争の典型例となった。そこでは、ポーランド人の民族運動は農民によって主導され、政府は、なんとかして、 彼らの運動を妨害する法的措置を取ろうと躍起となっていたのである。ドイツの文化闘争と定住委員会の目的はポーランド人を抑圧することにあったが、これらはかえってポーランド人の民族意識を高揚させてしまったことになる。ありがとうございます。